娘くん、広島県から来ました、スパンシュガーです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、じゃあまず自己紹介から。はい、スパンシュガーの青色担当、クーミンこと宮地久美です。よろしくお願いします。クーミン、ありがとうございます。はい、広島県の田舎育ち、はい、松下真子です。よろしくお願いします。はい、お願いします。ということでね、はい、はい、今回、今日のライブは2回目なんですけども、1回目からいるよって方、大体全力の感想かな。ありがとうございます。はい、ということでね、くみちゃんは姫戦初めて、ね、私がちょっとプライベートでね、夏休みに来た以来ね、のね、姫戦ということで、今年初になるんですけどもね、2回目もね、盛り上がっていけたらいいなと思います。それでは早速2曲目聴いてください。ウルトラミラクルクルファイナルアルティメットチョコビーム。長っ、何これ長っ。ありがとうございます。
では最後の曲盛り上がってまいりましょう。聴いてください、はい、飛行機雲。冬への途中、僕たちは近道したつもりで、未来への曲がり角と優しさと風を忘れていたよ。さよなら、つぶやく君の表情は日差しが届かず、時はもう枯れた。ありがとうございます。サンドも